ブレス・オブ・ザ・ワイルドでディレクターを担当した藤林秀真です。ブレス・オブ・ザ・ワイルドでプロデューサーをしました青沼英二です。まあ、見てご覧の通り馬ですね、で、馬がもし1万年前の技術でバイクになったらどうなるかっていうところでデザインされてますね。最初なんか狼のデザインみたいなものがあったりですね、うん、だからいろんなその動物をモチーフにしたような形でバイクデザインしたんだけど、やっぱり馬がしっくりくるリンクにはねっていうことで馬がモチーフになってますね。フラットでチャレンジがそれぞれの英傑の中であるんですが、まあ、そのチャレンジの場所を見つけるところが人によるとひょっとすれば難しいかなって思いますね。場所とか内容はねちょっと伏せますけど、パラセールでゴールを目指してこうどんどんそのゴールをこうクリアしていきながらずっと遊ぶゲームがあるんですけど、やたらにその難しく調整されていて、僕は何度もそのプレイして全然クリアできなくて、途中でもう今日やめようって言って途中で帰っちゃったような時がありました。あれはやっぱり、それを作ったディレクターたちがうちにはいますんで、その人たちと君が作ったタイトルから何出したいみたいな話とかしつつ、それを身につけることで今までともうガラッと違うようなね、それをこの世界に持ち込んだらどんなことになるのみたいな、そういうインパクトやっぱり欲しいんで、いやラビオっていうのはかなりこうインパクトのあるものになってたかなっていう感じですね。いや、作ってる時は、僕たちからするとちょっと、暑苦しいキャラクターかなと思ってたんですけど、まあ、実際シナリオのメッセージというか、指導のセリフを書いたりとかしてる時は最初はだんだん暑苦しいなと思ったんですけど、後半になってくると楽しく書いてたっていう印象がありますね。スタッフも、徐々に気に入って、最初よりも後になるほど指導はこうみんながスタッフが愛着を持ったキャラクターだったよね。シドってね、実は最初体の色ブルーだったんですね。で、僕がそれ見て、これミファーの兄弟には全然見えないから色変えてって言って、今のピンク色の体になったんですね。なんか途中シドやっぱり僕も気に入ってたんで、これをもっとミファーちゃんと兄弟らしく見せてよっていうようなことは結構リクエストしたりしてました。僕は一番好きなのは、いろんなところで言ってますけど、ウルボザですね、強く優しく、たくましい美しいゲルドの長っていうのがかっこいいなと思っています。追加コンテンツの、ね、第2弾で、さっきシドっていう話が出ましたけど、ミファーとシドのね、昔のその、ある日のまあシドは今も生きてますけど、まだシドが小さかった頃、ミファーとの交流のシーンが描かれてますけど、そこで僕は非常にそのミファーの深い母性を感じたんですね。なんで今は彼女が一番気になる存在です。あのさんに言ってもらって、俺が言うの。そうですよね、もうゼルダの当たり前を見直すって言って作ったこのブレス・オブ・ワイルドなんで、まあ、でもこれが、まあ、皆さんがこう遊んでくれて、これが新しいゼルダだってなって、でもその次からもうこれがまた当たり前になっちゃうんですよね。だからやっぱりまたここからね、ユニークなものを入れていって、またどんどん変えていくってことをしていかなきゃいけないので、ただやっぱりこのブレス・オブ・ザ・ワイルドで面白かったって思えるとこは、ね、消さないようにして、さらにまたユニークなものにしていくってことをこれから2人で頑張って考えていこうと思ってます。ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの DLC 第1弾は、特にコアなゲームのファンたちに遊んでもらいたいなと思って作りましたが、第2弾ではより英傑たちのシナリオ物語を楽しんでもらえるように作ってありますので、ぜひ英傑たちのバラッド楽しんでいただきたいです。全部の試練をクリアしないとバイクは手に入らないんですけど、頑張って手に入れた時には本当にやったって思える
そのバイクの、ね、性能に驚かれると思うので、ぜひあのこれを体験してみてください。